各回路正常確認、座標発進。これでいい。あとは向こうのゲートが解放されれば。父様、少しだというのに。シュニャ、もしもの時は分かっているな。でも父様、間に合ったか。ゲートは開く。今だ、シューニャ。はて、どこへ行こうというのだね、同志パシパク。シャントゥーラ様の右腕にして一のヴィラータ、それがまさか忌まわしきネズミであったとはね。よくぞここまで騙し通せたものだ。いや、さすがというべきか。だがその罪、万死に値する。これを持って先に行け。何、すぐに追いつく。でも振り返るな、行け。逃がさぬよ、おえ。はっ、行かせると思うか。さて、どうかな。うん、うん、うん、これまでだ、パシパクル。マヤカウは最後に答えてもらおう。あの娘、ラーベンダーナをどこへ飛ばした。それが答えか。なれば語るに値せず。が、ん？うわあ！シャントゥーラ様の名において我マヤカウアが裁きを下す。すまぬトリコリー、どうやら約束は果たせぬようだ。押しとる猫ね、母さんを頼んだぞ。
何かと思えば大根か。紛らわしい。どこから逃げ出してきたのか知らんがちょうどいい。母上への手土産とさせてもらうか。いざ尋常に。こんなものか。これで最後か。妙に息がいいというか手ごわかったが。どうした二人とも、そんなに急いで。あ、はい、御前が兄様を探していたのです。御前が？はいです、兄様にお願いしたいことがあるとのことなのです。そうか、わざわざありがとな。妹として当然なのです。よし、わかった。御前の頼みとあればすぐにでもお伺いしないとな。兄様、一緒してもいいですか？僕も一緒に。ああ、なら三人で行くか。体に力がみなぎっている。それ！いざ尋常に。いや！鍛錬を積まねば。
さあ、手合わせ願おう。はぁ、あ、遅い。はぁ、あ、はぁ、あ、やったぞ。荷物の整理は済ませたか？さてさて、せ願おう。はっ、ここまでだな。順調な時こそ慎重であるべきだ。流行る気持ちを抑えて。気負わず行こう。いいものが取れるか。取り揃えてますよ。準備は怠りなく。旅のご無事を。ちょっと、ここのところ随分とお野菜が高いじゃないのさ。お肉もだよ。これじゃろくに選びやしない。すんません、不作っていうのかここんとこいろいろあって仕方ねえんすよ。そうそう、陸ガニなんかどうです？お買い得ですぜ。相手よし、鍋にしてもうまいときたもんだ。それってギギリのことじゃないさ。下処理してる間に夜が明けちまうよ。ほらほら、いい男なんだし、もう少し待っておくれよ。いや、困っちゃうな。御前のお話とは、きっとお肉やお野菜のことなのです。母様も困っているのです。
確かに最近野菜がどうとかぼやいてたな。しかしだとして俺に何の用が。エンナカムイの近況や頼み事などが書かれている。今は手伝えそうなものはないようだ。来てくれたか、オシトル。わざわざすまぬな。早々であるが、近頃作物が高騰しているという話は聞いておるか。はい、市場を通りかかった折に母も同じようなことをこぼしておりました。うん、それなのだがな、このエンナカムイだけではなく各地で問題となっておるそうだ。何でも例年と比べ獣がざわめいており、畑や牧場どころが荒らされ収穫に響いておるとのことだ。さらにはその影響か、時期でもないのに走り物の野菜が逃走を始め、それを捕まえるにてんてこまいらしい。そういうことか。道理で大根が。しかし獣が。異常繁殖か、それとも。ゆえに注意を怠らないようにと朝廷よりことづかったのだが、この里まで獣が降りてくるなどめったにない。そう心配することはないだろうと鷹をくくっておったのだが、先日里の畑や牧場どころに被害が出たと知らせがあってな。いやはや参った参った。もしやそれを自分に何とかしろとおっしゃるのでは。さすがはオシトル、話が早い。いやいや、問題を解決しろなどと無茶は言わぬ。原因を調べてもらいたいのだ。そういうことでしたら分かりました。僕も兄上を手伝います。すまん、キール。これはただの狩りとは違うんだ。分かってくれ。キュールの気持ちは分かるですが、兄様の邪魔になってしまうです。それにまだ宿題が終わってないのですよ。そうですね。分からないところは教えるですから、一緒にお勉強頑張るです。まずは被害に遭った牧場所に行ってみるか。これはひどい。ほんと参っちまうよ。俺たちが大切に育ててきたホロロン鳥を大方やられちまった。
きっとオルケの仕業にちげえねえ。今までこんな里にまで降りてきたことはなかったってのに、一体どこから入り込んできやがった。柵が食い破られている。確かにオルケの仕業みたいだ。いや待て、この牙と爪の跡、オルケにしては大きすぎないか。これはキウルを同行させないで正解だったな。次は畑の様子を見に行くか。オッソルさん、ここだ。これを見てくれ。この足跡、牧場どころのと同じか。やはりオルケよりも大きい。こりゃオルケなんかな。でもな、オルケに畑が荒らされたなんて聞いたことねえしな。言われてみれば妙だな。オルケが家畜を襲うのはわかるが、畑を荒らしたりするか。あ、人の足跡。まさか畑荒らし。いやしかし、このエンナカムイでか。なあ、この足跡。動くな。手荒な真似をするつもりはない。見たところ、このエンナカムイの民ではないが、畑を荒らしたのはお前か。父様。何？やめろ。事情を聞きたいだけだ。ダメだよ。君がオシトルだってこと証明してもらわないとね。何を言って。
かなかに手強い。見た目に惑わされるなといういい見本だな。だが俺である証明とかどういう意味だ。どうして本気で戦おうとしないの。一つモノノフとは、モノノフとは紳士であるべし、相手を侮るなかれ。それすなわちおごりであり、恥ずべきことと心得よ。父様はそう言っていたぞ。その口調。オストルは違うのか。父様のパシパクルの息子じゃないのか。よいか、オストル。モノノフの義とは、己がためにあらず、弱き者を守るためにあるのだぞ。おや、じ。いや待て、なぜ親父の名を。ガキの頃に死んだ親父の名を、なぜ。どうして知りたいの。父様の息子でないのなら知らなくてもいいことだぞ。父様か。それにその物言い、さらに聞きたいことが増えたな。ああ、いいだろう。パシパクルが長子、押しとる。押して参る。そうそう、それでこそ父様の息子だね。ならば、パシパクルが娘、シューニャ、押して参るぞ。話を聞かせてもらう。本気出してる。気は熟した。いいことした。ここが勝負時か。勝負。前に出る。
チューニャだったか。これで話してもらえるな。そうでなくちゃ。それでこそ父様の息子だね。これなら手加減しなくても良さそうかな。手加減？ちょっと待て、手加減するなってそっちが言ったことだろうに。私はモノノフじゃないからいいんだぞ。おいおい。だがしかしだ、手加減しているようには見えなかったがな。何？それじゃ次はちゃんと本気で行くね。呪法使い。呪法を油断はできん。シェフ、熱いよ。勝負ありだ。まだだもん。まだ負けてなんかないもん。でよっ。これで文句ないな。さあ、話してくれ。うん？壊れちゃった。父様がくれた首飾り、壊れ。泣くな。そうだ、こうしてくっつければ。ほら、これで元通り。
ああ、わかった。俺が悪かったから泣き止んでくれ。頼むから。認めてあげる。君は父様のアシュパクルの息子だって。それは何よりだ。だがな、人違いってことはないのか？人違いとかはありえないよ。オストルは父様と同じ色をしているもん。一目見て父様の息子、オストルだって分かった。色？確かに親父の名はパシュパクルだ。だがな、親父は俺がガキの頃に死んでいる。それからしてお前の言う父様とは別人だと思うんだがな。兄様、どこなのです？猫ね。また今夜ここで待ってるから。待て！兄様、ここにいたですか。もうすぐ日が暮れるのです。兄様が何かを追って裏山に行ったと聞いたですが、帰ってこないので心配したのです。そうか、心配させて悪かったな。兄上、やっぱり獣とかが。あいにくこの辺りで見失ってしまってな。今日のところは収穫なしだ。母上が心配するな。暗くならないうちに帰るとするか。はいです。パシュパクル殿の遺髪となります。そうですか、あの人は。嘘だ、父上が、父上が死ぬはずがない。アシュトル、嘘だ、嘘だ。あの日のことは今でもよく覚えている。あの日もいつもと変わらぬ朝だった。あ、死者は遺髪を出し、親父は殉国したのだと告げた。リッ、俺は親父が死ぬはずないと泣きわめき、その死を受け入れるのに長い月日を必要とした。今考えると、親父の死を受け入れられなかったのはその亡骸を見てなかったからかもしれない。その死んだはずの親父が。だとしたらなんで帰ってこなかった。知らせ一つもなしに。なぜ。わからん。それに何かが引っかかる。大切なことを見落としているような。あ、ちょっと待て、あの子は親父のことを父様と言っていたな。なのに
ネコネよりも随分と年上だったぞ。ならばパシパクルが娘シュウニャ押して参るぞ。パシュパクルが娘、まさか隠し子。どうしたのシュトル、顔色が悪いようだけど。いえ、なんでも。言えない。そんなこと口が裂けても母上には、少し外で素振りをしてきます。あら、こんな夜更けに。兄様、私も散歩。猫ね、いい子はもう寝る時間だ。行ってらっしゃい。大丈夫だと思うけど、夜道には気をつけなさいね。はい、行ってきます。